いたか？今日来る転校生、クラスメイト4人をロッカーに詰めたんだと。殺したの？ツナマヨ？いや、重傷らしい。ま、生意気なら閉めるまでよ。転校生を紹介しやす。テンション上げてみんな。ずいぶん尖ったやつらしいじゃん。そんなやつのために空気作りなんてごめんな。鮭。まあいっか。入っといで。乙骨ユタです。よろしく。これなんかの試験？おい、お前呪われてるぞ。ここは呪いを学ぶ場だ。呪われてる奴が来るところじゃねえよ。あ、早く離れた方がいいよ。ユタをいじめるな！待って、ミカちゃん！さっさと終わらせてやる。だから早く離れてって言ったのに。慎重に行こう。どう？分かったよ。ユータに攻撃するとリカちゃんの呪いが発動したりしなかったりします。早く言えや。余裕だな。ルーパーだ。ガマルカスガマルカスアンダの力見せてやろうか。いくら攻めるぞ。やっちゃうよ。ほらぶっ飛べ。シャケシャケ。そっか、やっちゃうよ。シュッ、攻めるぞ。当たったよ。だ、肩をつけ。先ゾンソラ、右だ。ドラミングビート、決めるぜ。感じで彼のことが大好きなリカちゃんに呪われている乙骨ユータくんです。みんなよろしく。さあ、これで1年も4人になったね。午後の呪術実習は22のペアでやるよ。トゲパンダペア、マキユータペア、よろしくお願いします。お前いじめられてたろ。呪いのせいか？善人ですってせる。なんで守られてるくせに被害者面してんだよ。ずっと受け身で生きてきたんだろ。何の目的も。マーキー、それくらいにしろ。あったよ、くせ。すまんな。あいつは少々他人を理解した気になるところがある。いや。転校生、よそ見してんじゃねえよ。こっちに来る。私の番だ。覚悟しな。覚えとけ。呪いってのはな、弱いやつほどよく濡れる。てめえの攻撃は見切った。右だ。クラッチ楽しませてくれるじゃねえか。よそ見すんな。手加減しねえぞ。これを使うのは胸クソ悪いけどな。特急呪文ユーン。右だ。私を舐めすぎだな。しらけだ。いっぺんしんどけ。右だ。気合い入れねえと。私をなめ。まずは一人だ。
こんなのはど笑えるな。せ右だ。私を舐めすぎだな。右だ。私を舐めすぎだな。その程度か。そんな攻撃かすりもしねえよ。このくらい余裕だっつの。帳が降りてるのに呪いの数が少ない。いや、こいつ転校生がいるからか。スインさん、クソ、ジュグ落とした。出せゴラー。ここ、あの呪いの腹の中だよ。ってことは食べられたの。助けて、お願い、こいつ死ぬそうなんだ。よかった、生きてた。よくねえよ、ちゃんと二人とも完全に呪いに当てられてる。いつ死んでもおかしくねえ。そんな、助けを待つしかねえよ。誰もがお前みてえに呪いに耐性があるわけじゃ。ゼインさん、お姉ちゃん死んじゃうの。そんなこと言ったって。乙骨、お前マジで何しに来たんだ。何がしたい、何が欲しい、何を叶えたい。僕はもう誰も傷つけたくなくて、一人は寂しいって言われて言い返せなかったんだ。誰かと関わりたい、誰かに必要とされて生きてていいって。じゃあ払え、呪いを払って払って払いまくれ。自信も他人もその後からついてくんだよ。呪術高専はそういう。リカちゃん。なに？力を貸して。みんな、もう少しだから。早くみんなを先生に見せなきゃ。呪いが、リカちゃんの気が利いてるうちに。まだ倒れるな。まだここで変わるって決めたじゃないか。頑張れ、ユータ。頑張るよ。問題ないってさ、マキ。よかった。何かすっきりしない顔だね。初めて自分からリカちゃんを呼びました。そっか、一歩前。少し思い出した。リカちゃんは僕に呪いをかけたんじゃなくて、僕がリカちゃんに呪いをかけたのかもしれません。これは持論だけどね、愛ほど歪んだ呪いはないよ。先生、僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。聞いているのかゴル。このような事態を防ぐために乙骨を君に預けたのだ。申し開きの余地はないぞ。まあ、もともと言い訳なんてするつもりないですし。何をふざけている。堀本リカがあのまま暴走していれば町一つ消えていたかもしれんのだぞ。そうなりゃ命がけで止めましたよ。あのね、私らがあの呪いについて言えることは一つだけ。わからない、理解できないものをコントロールすることはできません。まあ、しばらく放っておいてくださいよ。乙骨の秘匿死刑は保留だということを忘れ。そうなれば、私が乙骨側につくことも忘れずに。織本理香ほどの大きな呪いを払うのはほぼ不可能だが、解くとなれば話は別だ。何千何万もの呪力の結び目を読み、一つずつ解いていく。
呪われている君本人にしかできないやり方だ。具体的にどうすれば？これを使うといい。呪いは物についてる時が一番安定するからね。リカの呪いをもらい受け、刀に込めて支配する。繰り返し量を増やし、いずれは全てを手中に収める。あとは晴れて自由の身さ。君も刀に呪いを込めると同時に刃物の扱いも覚えなきゃだし、何より君超貧弱だから、まずしごき。じゃあ早速特訓してみよう。はい。だどうしかないんだ。飛び込むの先で片付けほら。こっちこっち、今忙しいんだ。飛び込む重力の扱いもないセンスあるね。行くよ。チェッ、突っ込む。センスあるね。チェッ、今忙しいんだ。飛び込む。飛び込む。宇宙にいるよ。チェッ、僕についてこれるかな。片付けて止まられる。ほっ、そんなんじゃ勝てないよ。チェッ、飛び込む。余裕だ。今忙しいんだ。やっ、殴ってきたよ。開いた。ほっ、飛び込む。ついてこれる。そこだ。よっ、ガブ。チェアルね。突っ込む。ああ、さっ、こっちこっち。速度を上げ、やらっ、これで突っ込む。やるね。刀に込める。今急ぎ、センスあるね。切り上げる。逃がさないよ。今忙しいんだ。こっちこっち、僕についてこれるかな。実はまだ本気じゃないんだ。そんなんじゃ勝てないよ。そんなもん、そんなんじゃ勝てないよ。当ててる？それで逃がさないよ。ゾーラ！これなんだと思う？ゾーラ！速度を上げ、当ててる？そんなもん？これなんだと思う？切る！速度を上げ、やった！ちょっと寝よっかな。僕確実に強くすごいよ。やるしかないんだ。切り上げる。つれー、牙せんで、うわー、つっかむ。うわ、飛び込む。切り上げる。自分の使いにならないと。うわぁ、飛び込む。チャンス。うわ、突っ込む。うわ、飛び込む。ここで本気で行く。飛び込む。使うの早すぎた。慣れてきた。これで慣れてきた。飛び込む。投げてきたよ。何してると痛い目見るぜ。速度を。うお。地面ごと砕く。突っ込む。起こっちゃったな。速度を上げる。強く響くぞ。降りろ。し。最大威力で、おっ、バンダラッシュ。あは、またこれがバンダの力だ。
行きます。アンプクとはこれで突っ込む。寝てる場合じゃねえ。グワッ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 。慣れてきた。やった。お前強いな。なんとか倒せてよかった。すごいよ。ま、初めてにしちゃあじょ。やるしかないんだ。甘えんな。常に実践のつもりでやれ。痛みがあるのとないのとじゃ成長速度が段違なんだよ。飛び込む。右だ。これで突っ込む。飛び込む。右だ。切り上げかねえっての。ほら、てめえの攻撃は見切った。こんなのはどうだ。飛び込む。笑えるな。どうだ。重力に力が足ない。慣れてきた。楽しませてくれるじゃねえか。こんなのはどうだ。食らいやれ。慣れてきた。かばない。ごめん。なめてんじゃねえ。倒してよ。くそ、はじいた。もう確実に強くなる。僕もやればできるんだ。
来たる12月24日日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。場所は呪いのルツボ、東京新宿、呪術の聖地。各地に千の呪いを放つ。下す命令はもちろん王殺だ。地獄絵図を描きたくなければ死力を尽くして止めに来い。思う存分呪いや。すぐる。サトル、久し。今年の一年はつるぞろいと聞いたが、なるほど、君の気持ちか。だがすまないね、サトル。そろそろ。このまま行かせるとでも。やめとけよ。可愛い生徒が私の間合いだよ。それでは皆さん、戦場で。気合い入れていい。よっ。私の番だ。置いてくぞ。うわよ。うわ。やれ。マスター。合わせろ。やっちゃうよ。ふん。甘く見すぎたな。シャケにすら。スラマよ。よっしゃ、ここからだ。今だ、行け。ふん。甘く見すぎたな。アンダの力見せてやろうか。行きだ。止まれ。削れ。ほらよ。くらいやれ。やっしゃる。連撃で攻める。よそ見すんな。やるな。はい、行きだ。落ちろ。私その程度か。楽勝。今度数時間おかか。いい動きだったな。弱者生存、そう、弱きを助け強きをくじく。呪術は非術師を守るためにある。それ正論。俺正論嫌いなんだよね。君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。何が言えてんだよ。もし私が君になれるのなら、この馬鹿げた理想も地に足がつくと思わないか。生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。五条さん、来ます。分かってるよ。覚悟はできたね。そんなんじゃ勝てないよ。片付けようか。肉弾戦で行くよ。どりゃ。失礼。術式がなくても確実に倒します。やられないでね。ついてやるね。あいつはまだ本気じゃないの。センスあるね。やられないでね。打ち上げるよ。こっちこっち。はっと、やっ。はっ。これなんだと思う。失礼。ちょっ。さてさて、ついてこれる。逃げた方がいいんじゃない。えっ。行くよ。この虚空に触れてごらん。そら。ついてこれる。楽しませてくれね。相手が悪すぎたね。行くよ。そんなんじゃ勝てないよ。ちょっ、まだまだ。この虚空に触れてごらん。ほら、走ります。おいちょ、えっ、今だ。走ります。この虚空に触れてごらん。こっちです。
っ、もらった。終わったことですし、戻りましょう。王国は任せたよ。五条さんもやってください。当然。乙骨雄太を殺して特級過剰人を森本里香を手に、百鬼夜行の真の目的は乙骨を孤立無縁に追い込むこと。さあ、新時代の幕開けだ。前例をもってさっさと終わらせてやる。君がいた。いちゃ悪いかよ。てめえこそなんでここにいる。悪いが、猿と話す時間はない。手はじめ。とっておく。そら、右だ。まずは肩慣らしだ。こっちだ。手はこんなのはどうだ。てめえの攻撃は見切った。苦しい。私を舐めすぎだな。いっぺんしんどけ。遊んで右だ。ドラ、楽しませてくれるじゃねえか。私を舐めすぎだ。その程度か。五条さん、報告はどうかされ。あの目立ちたがりが前線に出てこない。京都の方かなら、何かしら連絡があるだろう。なんでもない。どうした。こんな時にとは思いますが、早い方がいいかと。以前調査を依頼された乙骨くんの件です。パンダ、解け。今から二人を高専に送る。ゲートは今呪術高専にいる。絶対、多分、間違いない。勘が当たれば僕もあの偉人を片付けたらすぐ行く。二人を守れ。悪いが失手だ。叫ん。壁をぶち破って最短できたか。やる。行く。頑張っちゃおうかな。ふっ。先手必勝。ほら。落ちる。気分も乗ってきた。うん。おう。それは当たる。うわ。だ。やっちゃうよ。よっしゃ、お体。ふっ、削る。さあ、アンダの力見せてやろうか。遊んであげる。やっちゃうよ。連撃で攻めろ。やっちゃうよ。さあ、削る。ふっ、まだまだ。ほら、ぶっ飛べ。避け避け。そっ、失礼。そこ早い。やっちゃうよ。避け。よっ、連撃で攻める。お、やっちゃうよ。それは当たるだろ。受け切れるかな。こちらへ来てもらうよ。うお、ほらほら、逃がさ。うわ、受け切れるかな。連撃で攻める。やっちゃうよ。武道どもでは相手にならないね。受
けきれるかな。そんなものでは終わらないよ。やっちゃうよ。連撃で攻める。受けきれる。うん、怖っ。止めてみよう。フルパワーだ。見たか、これがパンダの力だ。トゲ、大丈夫か。あ、まずはマキ。素晴らしい、素晴らしいよ。私は今猛烈に感動している。乙骨を助けに馳せ参じたのだろう。呪術師が呪術師を自己を犠牲にしてまで慈しみ敬う。私の望む世界が今目の前にある。マキさん、リカ、殺してやる。君を殺す。うん、仕掛ける。倒す。何をしているリカ。その人は僕の恩人だ。蝶よりも花よりも丁重に扱い。ごめんなさい、ごめんなさい。嫌いになんてならないよ。僕らの敵はあいつだよ。ユウタ、あいつ嫌い。じゃあリカも嫌い。おかえり。続きを始めようか。リカ、あれをやる。死ぬ。素晴らしい。やっぱり難しいな。重力が拡散して狙いが定まらない。マキ君はすごい。やはり織本理科の正体は変幻自在、底なしの呪力の塊。そう、僕の友達はすごいんだ。それをお前はますます欲しいね。くちゃくちゃにしてやる。やるぞ。合わせろ。てか無謀どもの相手じゃない。直に叩くとしよう。人は食物連鎖の頂点に立ち、さらに高位の存在を無双し神と。おかしいと思わないか。無双せずとも我々呪術師がいるのよ。結局猿どもは自分より秀でた存在から目を背けたいだけなのさ。
神になりたいの。子供じみたこと言うなよ。論点がずれてる。私が望むのは啓蒙ではない、先民だよ。じかに叩く時が苦しいか。手はじじかに叩く時が苦しめ。チャンス。倒すぞ。手はずに倒すぞ。ディカ。倒すこんなもの。ディカ。刀に込める。突っ込むぞ。倒すぞ。ジェダイズレベラー。ジェダイズレベラー。そうだ。アポー。アラゾン。キリコ。ジェダイズレベラー。倒すぞ。ジェダイズレベラー。これで。これで。回さない。倒すぞ。ジェダイズ。手加減はしない。手加減はしない。分かるぞ。倒すぞ。やった。なんだこれ。なんで。お倒すぞ。倒すぞ。ジェダイズ。なんで。これで。手加減はしない。時間をたたくとさ。ゆっ。そう。倒すこんなものか。見逃さない。倒く。倒す。倒すぞ。時間倒すぞ。この時間これで。どこ倒すそんなものは。また倒れ。やれ。倒すよ。終わらない。倒せよ。やるじゃないか。わかんないよ。光線以外の呪術師のことなんか知らないし、お前が正しいかどうかなんて僕にはわかんない。でも僕がみんなの友達でいるために、僕が僕を生きてていいって思えるように、お前は殺さなきゃいけないんだ。ならばこちらも前例をもって君を殺す。もう質も量も妥協しない。私が今所持している4461体の呪いを一つにして君にぶつける。呪霊操術極の番で渦巻き。ポンコツ、君が織本理科を伝えこなす前に殺しに来て本当に良かった。理科、いつも言ってくれてありがとう。僕を好きになってくれてありがとう。最後にもう一度力を貸して。こいつを止めたいんだ。その後はもう何もいらないから、僕の未来も心も体も全部理科にあげる。これからは本当にずっと一緒だよ。愛してるよ理科。一緒に行こう。
重力の制限解除。そう来るか、ナタラシメ。失礼だが、純愛だよ。ならばこちらは大義だ。任務がいいかな。始めよう。遅かったじゃないか、サトル。パンダとジュゴン氏を私にやられる前提で送り込んだのは、乙骨の起爆剤として。そこは信用した。お前のような主義の人間は若い術師を理由もなく殺さないと。信用か。まだ私にそんなものを残していたのか。何か言い残すことはあるか。誰が何と言おうと猿どもは嫌いだ。でも別に高専の連中まで憎かったわけじゃない。ただこの世界では私は心の底から笑えなかった。すぐる。最後くらい呪いの言葉を吐け。おい、ユータ、大丈夫か？だから。しっかりしろ、ユータ。落ち着け。全員今のユータより元気だ。助けてくれてありがとうな、シャケ。ユータ、ごめんね、リカちゃん、待たせたね。リカちゃん、おめでとう、解除達成だね。以前ユータが立てた仮説は正しかった。リカが君に呪いをかけたんじゃない。君がり。そうだ。僕はあの時全部リカちゃんをあんな姿にして、たくさんの人を傷つけて、全部。ユータ、リカはこの6年が生きてる時より幸せだったよ。バイバイ。元気でね。あんまり早くこっちに来ちゃダメだよ。またね。